芸人になるきっかけ？芸人になるきっかけは、うん、だからその高校時代にずっと思ってたのは、大学に行ったら友達を作ろうってことを。デビューするんだ俺はと。うん、大学デビューするんだ。大学デビューするんだ。それで日大裏口で入って。裏口じゃないんですよ。それで、はい、もう試験場から大騒ぎ、はい、だから自分のキャラクターを最初に決まると思ってるから。悲しき青春。ほう、そう、やーとかってもうだから試験官の先生が来てると、あーうるせえ、てめえつまんねえぞとか言いながら、あいつなんだよ、ダメだよあいつ、何で目立ってたわけです。で、そういう風にやってくうちに友達、面白いね君っていうやつらがいっぱいいて、もうだから誰かに構わず話しかけて、反動ですよね、高校の時。だから今ね、中学だとか高校で今学校行きたくないなっていう悩んでる方いると思うんですけど、うん、大丈夫だっていうことだね。大丈夫だと思います。もうたった3年ですから。たった3年。たった3年。で、いつかどこへでも行けます。ね、うん、どっかで大丈夫です。大丈夫です。うん、それでそこで田中と知り合うわけですよ。その話は次回。